5月入りまして3連勝の後、まあ連敗しましたけれども、まあ、ゴールデンウィーク明け2日お休みもありまして、まあ、気持ちの面でリフレッシュできている面もあるんじゃないででしょうかそうかそすねちゃんとあの昨日も練習日であのみんないい練習できたかなと思います、はいはい、今あの、チームとしては源田さん2番での気温はこのところ続いているんですけれども、まあ、このところ見てみると盗、まあ、塁とか エンドランとかいう形でこう動いてこうゲームを作っていこうという感じも見受けられるんですかいかがですかですすかそうね、あのーまあ、やっぱり連打、連打っていうのが難しいのでチームとしてもそういう、まあ、動いてはいくよっていうふうには選手も言われてますし、えーはい、そういう準備をして。うん 望んではいますねそしてあの今日の対戦相手が早川投手ということであのこの前4月のゲームでは序盤にあの攻略しておりますけれどもそういったやっぱりイメージってまだ今、ありますそうですね、まああのー、やっぱりカードアトも投げてくるピッチャーですし、あのー、当然、しっかり試合を作れるピッチャーですし全員でこう。 束になってあの攻略していかないといけないなとは思ってますねそして今日の先発がですね、えー、一軍に合流して初先発ということになります青山湊投手ということで、はいまあ、キャプテンとしては、ま、あのバックアップを含めていろいろ援護したいなという気持ちも多いいと思いますが、はい、やっぱり先に点を取っていい状況で投げてもらえるように。えー なんとかこう先に点取りたいなとは思いますし、まあ、守っているときもみんなで声かけながらあの思いい切って投げれるようにしたいですねチームも苦しい展開ながらもですねあの5月の最初の3連勝で本当にチーム全体が一体となっていたようなつながりを感じたんですがキャプテンとしてはそれにどのように感じてますかチーム全体としてその雰囲気はすごくこうずっとシーズン開幕から雰囲気はいいですし、はい、もう本当に。 みんなで頑張って勝ちをつかむだけっていうところなので、ええ、今日も必死になって勝てるように、はい、はい、全員で頑張りたいです。そうですね。はい。まあこれからあの交流戦も控えてますし、そういった面では使い込み明けての今日の楽天戦、相当源田さんもはじめチームの選手の皆さん気分乗ってますか。まあみんな気合い入ってますし、あの本当にいい試合をして勝ち切れるようにあの頑張ります。はいはい対しております。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。